おはようございます。わー、釣れた、釣れました、釣れました、釣れました。朝です。これから朝モーニング釣りをスタートしたいと思います。行ってみよう。釣れるスポットだそうですよ。こちら土浦のですね、川です。川でございます。土浦市にある川でございます。こちらね、今早朝でございますけれども、あんまり川の流れはねない状態と思います。さあ、釣れるのか釣れないのか、その答えはあなたのみ知ることとなるでしょう。まあ、若干ね、朝で何言ってるかも自分自身もよく分かってないんですけれども、とにかくね、釣りをねやってみたいと思います。のどかな川ですね。ちょっと待ってください。これはクモさんがいますよ。クモ、おお、結構大きめのクモですね。クモがね、いるってことは、まあクモの巣を張って、そこにまあ昆虫たちやらが引っかかってクモに食べられるという、まあ、そういった食物連鎖なんですけれども、このね昆虫たちが引っかかる網なんで、クモ自身は引っかかってないのかご存知でしょうか。クモの巣というのは、放射線状といいますか、縦糸と横糸があるんですね。で、縦糸と横糸っていうのはちょっと意味合いが違いまして、縦糸っていうのは粘り気がないんですね。粘着性がないんです。で、横糸っていうのは粘り気がありまして粘着性がありまして、その粘着性のある横糸に昆虫、いわゆる獲物たちは引っかかるんですね。で、クモがなぜ自分の巣 で自分自身が引っかからないのかというと、器用に縦糸を伝って歩いているんです。宿のミニ雑学でした。まあ、そんなことはよろしいとして釣りしましょう。よいしょ。さあ、釣れるのでしょうか。どうでしょう。早朝釣り探訪始まってます。何か釣れてくれ、お願いだ、頼むよ。川の流れはかなり穏やかですね。穏やかな川の流れで魚がいるのかどうなのか。来てよ来てよ来てよ、来たら行け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 よ、行けよ。釣りたいね。なんか泡がプクプクは言ってる。この泡のプクプクは何なんだろう。泡のプクプクは何なのじゃろうか。仕掛けの感じはいいのかな。当たりを来い、当たりを来い。
釣り上げたいぜ、釣り上げたいぜ。しかし穏やかでいいですな。穏やか、穏やか、穏やか、穏やかで良いですな。水面に映るなんとかかな。浮きが動いてます。お、浮きが沈んだぞ、浮きが沈んだぞ、浮きが沈んだぞ。お、あげてみよう。かかってる、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 かかってる。なんだこの魚は。よいしょ。なんだこりゃ。魚が取れました、魚が取れました。完全な形で今釣り上げました。釣れ、あ、こちらをすぐさま、鑑定ルームの方に持ち込みまして、調べたいと思います。何の魚でしょうね、これ。こちら、釣れたお魚は、ざっと45センチぐらいといったところでしょうかね。かなり、大きさがあると思います。謎のお魚ちゃん締めたので、お持ち帰りしたいと思います。さあ、こちらのお魚をですね、調理していただきたいと思います。この気になるお魚ちゃんですけれども、ヘラブナという、お魚だということが分かりました。ヘラブナとはですね、もともと琵琶湖にいたゲンゴロウブナと呼ばれていた魚だそうです。で、現在では流れの緩い川などを好み、日本のね、至るところで見られるそうです。で、ゲンゴロウブナ、このゲンゴロウブナという名前がね、ちょっと独特だと思うんですけど、この名前に由来があるんですよね。昔ですね、ゲンゴロウという漁師さんがいたそうで、で、その琵琶湖のね、ほとりで倒れてた女性をこのゲンゴロウさんが助けるんですよ。で、やがて女性は元気になりまして、ゲンゴロウさんとその女性は結婚することになるんですよ。しかし、ある日ですね、女性の正体がフナであるということをですね、ゲンゴロウさんは知るんですよ。姿を知られた女性は琵琶湖の水に飛び込み、いなくなってしまうんですね。で、女性を追いかけたゲンゴロウさんも琵琶湖の水に飛び込むんです。そしてゲンゴロウさんもフナとなり、それ以降大型のフナが見られるようになったそうで、で、それらがゲンゴロウブナと呼ばれるようになったそうです。そうこうしているうちにね、魚の身が細かくね、なってきまして、これらをですね、鍋に入れたいと思います。尻尾のあたりが結構ね、肉の厚みを感じましたよ。このね、肉の厚みのある部分も切り取りまして、お鍋にイン。さあ、そして味噌汁ですから、ネギを入れるんですけれども、私はネギが大好きなネギ星人なので、たっぷりめに、もう男の料理と言わんばかりにたっぷりめにネギをぶち込みます。そして味噌を投入。こちらはですね、
味噌を入れてるんですけど、味噌ってお湯に溶きながらね入れると思うんですけれども、まあいっかってことでね、先に入れちゃってます。はい、煮込む前の下準備が完成しました。これから煮込んで味噌汁の完成となります。出来上がり。たっぷりお汁を飲みたいので、あえてラーメン丼に入れてみました。それではヘラブナ汁いただきます。しみる、お汁しみる、うまい、うまいっすよこれ。うんうん、まあ味噌汁の部分は普通に美味しいです。うん、さあ気になるヘラブナの身の部分でございます。さあ肉厚の部分チョイシングしますよ。うんうん、ふわふわしててすごい美味しいですね。うん、ふわふわしてすごい美味しいのの綺麗して骨がすごい。うん、いや、でも本当泥臭いものなのかなとも想像もしてたんですけれども、全然そんなことないですね。普通に美味しい。うんうん、で普通に骨がすごい。うん、自分で釣り上げた中では相当な、もうあんなでっかいの釣れちゃったんだみたいな感じで釣り上げましたけれども、ありがたくいただきました。ごちそうさまでした。師匠に言われ、始めた釣りもこれでようやく2種類目。困ったら味噌でごまかし舌つづみ。穏やかな川の流れに身を任せ、明日はどこに向かってどこに行く。気づけばほくろが増えてます。折れるぞ、折らせないと、折らさないと。あ、